がそれも中止となったというと文春の記事では報じられていた今回の声門の説明で報道を思い出したファンからはこれ本人たちも知らんかったってことは完全に事務所側から情報漏れてるってこと熱愛とか取られる系は仕方ない部分あるけどこんな大事な情報まで流れる手事務所スタッフのコンプラ管理どうなってんの情報を流した人はこんなことして人としてどうなのかと思う といった当時の所属事務所に対する怒りの声が X、q Twitter や YouTube のコメント欄に多く寄せられている2ヶ月前に情報が漏れるといった大倉さんをはじめまだ事務所を100%信用できていないタレントは多くいるのではないでしょうかそんな中で配信された AA グループのデビューをめぐる情報漏えい疑惑の話怒りの声は多く上がっていて ファンも、スタート者を信頼するというところまで行くには時間がかかりそうですね。全道本格指導からまだ2週間のスタート者。今後の運営に大きな注目が集まる。